いやー、河野行政改革担当大臣、全力疾走、勢いが止まりません。菅政権で行革担当大臣に任命された河野太郎氏、先日深夜にリレー式で行われた各大臣の就任会見では、大臣が各所に散ってやりゃすぐ終わる前例主義の最たるもの、こんなものさっさとやめたらいいと思いますと痛烈批判。かつて就任記者会見でここまで物言う大臣はいたでしょうか。そして今度はなんと文科省を容赦なくバッサリ、エンジン全開です。ということで、お父さん、おビールのご用意はよろしいですか。こんにちは、世界のガラバンのエドワードです。新しく就任したばかりの大臣というのは、突然ポーンと行革やれとか防衛やれとか言われるため、引き継ぎが大変です。企業で言うなら、今まで営業をやってたのに突然総務に移動するみたいなもんです。そのため引き継ぎには官僚のサポートがどうしても必要となります。もし官僚に嫌われでもしたら、大切な情報が上がってこなかったりと嫌がらせを受けてしまいます。そういう事情もあり、新しく就任したばかりの大臣は官僚に甘く操られるんですよ。なんだけど、河野大臣は自身のツイッターで文科省職員を痛烈批判。にゃめーねって、いやー、たったこの一言、この一言なんだけど、日本の文化でこういう言い方をすれば官僚のみならず国民からも嫌われかねません。これ実は新内閣発足で文科省の新しい副大臣と大臣政務官の計4人の初登庁を、深夜にもかかわらず100人以上の職員が出迎えていたんです。しかも花束持って、この花束も税金ですね。この日2人の副大臣は午後10時前に文科省に初登庁、その約20分前に2人を迎えるアナウンスまで省内に流し、幹部らは執務室までの廊下に並んで花束を渡したり拍手をしたりして出迎えていたんです。その後政務官ら2人も午後11時前に初登庁し、同じお出迎え式。ご存知の通り、就任式の記者会見はよく午前2時近くまで行われました。そのため一部職員も深夜残業を余儀なくされたんです。で、いや、午後11時って、いや、終電間近ですよ。深夜2時だったら電車終わってます。今回花束を受け取ったのは新副大臣の高橋日向子議員と田瀬泰道議員。このような出迎え式をおかしいとなぜ今までの大臣は気づかなかったのでしょうか。慣例に逆らうには逆らう正当な理由がないと組織から弾き出されるという危険性をはらんでいます。たとえ正当な理由があったとしても、嫌われたら終わり、別組織の人間が口出ししても叩かれます。だってほら、元次官が免従腹背だったからね。がしかし河野大臣は行革大臣、他省の大臣で、相手が副大臣だからこそ言えるんですよ。自身の権限の使い方をよく理解され、河野大臣だからこそ許されるやめれの一言って、いや、この言葉もすごいけど、今回のニュースに気づく大臣もすごいですよね。完全にエンジン全開。河野大臣、頑張ってください。